おはようございます。なんか変な時間に目覚めてしまって、久しぶりにインスタライブをベッドの上でやってます。皆さんはどんな感じですか？今から寝るのかな？起きるのかな？いや、なんかちょっと一回ね、僕起きちゃうとなかなか寝れないタイプなんですよ。なんでちょっと久しぶりにインスタライブをやってみようかなと思って、ベッドの上で寝転びながらやってます。皆さんはどうお過ごしでしょうか？変態カメラマンが起きてますね。僕も同じです。猫でさんが、なんか眠れないよね。昨日は結構いろんな情報が解禁されました。ポップアップだったり、ルール・ザ・フェイトのポップアップだったりとか、あとはユーリとの YouTube の動画とかね。で、なんか分からず昨日はもう11時ぐらいに寝ましたかね。最近ちょっと早寝早起きが習慣づいてます。どうせまたお昼寝るんだろうなとか考えながら、今日ちょっと寒いですよね。確かに、わかる。結構皆さん起きてますね。1000人ぐらい起きてるのかな。あ、雨降ってるんだ。なるほどね。なるほどですね。今日は日曜日か。皆さんは何をしてお過ごしするんでしょうか？
お出かけ、うん、美容院行ったりね。まあ仕事、勉強、お墓参り、すごいね。雨なのか今日、なんか何もやる気ないな。そしたら何もやる気なくなっちゃうね。うん、いや変な時間に起きちゃったな。なるかな。なんか皆さん質問とかありますか？ないですか？寒いね。完全寝起きなんで、テンションは全然高くないです。低血圧なんで。結構あ、髪型ね、ちょっとまだまだ悩んでるんですよね。残念ながら。なんでちょっと追ってなんかいろいろ試したいと思います。今日何してますか？今日何しよっかな。なんか特に予定もないので、その場のテンションで決めようかなと。携帯ね、そうだそうだそうだ、買わなきゃ、忘れてた完全に。今もうあれだよね、店舗にないから、13が。だからもうオンラインでしか買えないらしいですね。でしかも店頭行っても、その場でデータ移行とかはしていただけないらしいですよ、コロナの影響で。みんな家持って帰って、なんかガイドみたいなのを聞きながら自分でやるんだって。だからだったら別にね、オンラインで買って届いて自分でやるのと変わんないなと思ったんで、オンラインで買おうかなと思ってます。エイペックスのランク、いや俺エイペックスやってないんだよな。なんかすごい、この間うちのスタッフに勧められたけど、いや iPhone13 欲しいな、マジで。早く買わなきゃ。もうね、結構前の携帯なんですよ僕。だからね、部屋着はスウェットとかですか？あ、そうですね、スウェットなり T シャツなり着て寝てます。もうすぐ冬ですが、好きな季節は冬ですね。やっぱ美味しいご飯多いしね。まあ着りゃいいしね、寒いのも。夏はいくら脱いでも暑いですからね、嫌いなんですよ。そんな美味しいもんもないし。なんで冬が一番好きです。今一番行きたいところはどこですか？そうですね、今一番行きたいの、
なんかベターにハワイとか行ってみたいな。まあこの季節だからってのもあるけど、なんかね、海外行ってちょっとだらーっとしたいですよね。そうですね。最近気に入ってる食べ物か、なんだろうな。ああ、なんかね、山芋、まあ、自然薯とか大和芋とか、こうなんか粘り気が強いやつを吸って油で揚げるっていうか油で焼くみたいな、なんだろうな、お好み焼き的な、お好み焼きのソースかかってなくて野菜入ってないバージョンみたいなの、結構ずっとおつまみみたいな感じで作って食べてますね。47都道府県ツアーね、やりたいね、久々に。また本当は今年かなやってる予定だったんですけどね、ちょっとさすがにできませんでしたね。今年か来年かなにかけて47都道府県ツアーを回ってく予定だったんですけど、ちょっとなかなか、まあライブハウスも組めないしっていうので、ちょっと一旦延期してます。はい、最近よく聞く音楽なんですかね。ああ、最近よく聞くっていうか、この間ちゃんみなの武道館に行ってきました。うん、ツアーファイナルだったのかな。なんか MC でさ、その代官山ユニットでから始まって、今武道館に立てると思ってませんでしたみたいな MC をしてて、で、なんだろうな、一番最初に見に行ったのが俺代官山ユニットだったんだよね。で、多分ちゃんみなの今までのそのライブの中にはきっとコンセプトがあって、 To be princess っていう、そのプリンセスになりたいみたいなっていう、まあ長いプロジェクトの一環みたいな感じだったと思うんだよね。それが多分代官山ユニットから始まって武道館で終わりだったらしくて、なんかくしくも、なんだろうね、こう代官山から武道館までをちょうど見れたのは、すごい感慨深かったなと思って。いやでもすごかったね。うん、エンターテインメントでしたね。良くもなんか悪くも、これやってて本人めっちゃ大変だろうなみたいな。多分常にいろんなところにね、神経とか精神すり減らさないと、あのショーはできないんじゃないかなと思うぐらい素晴らしいライブでしたね。
なんで、なんか俺らとはまたちょっと全然違ったライブだったかな、ライブっていうかもうショーだったかな、海外のなんかもうショーを見てるような感覚でしたね。なんかネクストステージ行ってましたね。すごいステージングだったしな。いやね、そうですね、僕らも2月に武道館やらせてもらうので、どうしようかなと思ってるんですけどね。武道館来年の2月の行くよって人いますか？武道館、来年の武道館見に行きますみたいな。行くよってみんな言ってくれてるね。どうしようかな。いや、全くまだ考えてないんですよね。そのどうしようか。だから、なんかちょっと曲とかさ、どういうものにしようかなってすごい悩んでるんですけど、でもちょっと一旦、そうですね、なんかできることもやりたいこともたくさんこれから考えていこうかなと思ってるので、皆さん楽しみにしててください。そうですね、最近はですね、曲を作ってます。はい、ちゃんと久々にちゃんと仕事してます。もう何曲か形ざっくりとした形にはなっていて、ちょっと作ってるんですけど、なんか大丈夫かなって感じ。次の楽曲たち結構僕らの中ではかなり挑戦というか、かなり新進気鋭というか斬新な曲になってるので、なんかなんだろうな、でちょっとこう出し方というか、もうちょっといろいろ考えてて、新たな楽しみっていうか、まあ挑戦にしてみようかなっていう感じなんで、今まで通りなんかこうシングルとかアルバムとかじゃなくやってみようかなって感じですかね。
でもほんと全然違うかも。なんかもう、なんだろうな、バッチバチのこう激しい重いやつは一曲あるかなって感じかな。あとはね、そうだね、結構変わってるんじゃないかな。なんか今回は本当にどういうアルバムにしようとか、どういうつながりで、前回とのつながりでとかっていうのは一旦全部忘れて作った感覚ですかね。なんか挑戦でもあり、やってみました感もありみたいな、うん、なんで基本ちょっと、うん、バラードっぽいのかな。そんなことないか、今作ってる曲がバラードだからか。なんかでもちょっとミディアムテンポの曲が多いですかね。そうね、一曲作るのにどのぐらい時間かかるんですか。そうですね、カンパケするのには結構時間かかるかな。カンパケってその、なんだろう、一から作ってもう世に出せますっていう状態にするまでにはちょっと時間かかるかな。結構時間かかるかな。でも形だけ、なんかこんなような楽曲にしたいんだよねとか、こんなような楽曲なんだよねって、例えばなんかこう誰かに聞かせるようなことぐらいの形だったら別に1週間2週間あればできんじゃないかな。うん、もっと本気出せば多分みんな集まったら1日ぐらいでできるかもだしね。でもちゃんともうレコーディングもして、あの歌も入れて歌詞もできてってなると結構時間かかります。なんでちょっと最近は今までみたいにがっつり、なんだろうな、レコーディングスタジオに閉じこもってやるっていうのはなかなかないので、ゆるりゆるりとやってます。そうなんですよ、はい。あとそうですね、来週つまみになる話に出させていただきます。はい、もう収録は全然結構前に終わってたんですけど、どうなんですかね、どこが使われるんですかね。僕もまだ見てないので、みんなと同じタイミングで楽しみたいと思います。あとそうですね、うちのベースが誕生日でしたね。はい、おめでとうございます。もうやつもいい年齢になってきましたからね。ただ誕生日迎えてから会ってないかな、まだ14日から会ってないので、ちょっとなんかプレゼント考えとかないとね。何
何がいいんだろうな、何がいいんだろうな。去年何あげたっけな、スニーカーかなとかだったんで、なんかあげようかな。うんって感じです。17のプロデュースの曲ね。はい、あの17ライブっていうあのなんか媒体というか配信のアプリがあるんですけど、そこであのオーディションをしまして、で何人だったんだっけな、何人かの中からそのグランプリというか優勝者を決めて、であのその人に楽曲提供とあと MV のプロモーションというかあの MV のなんて言うんだろうな、ディレクションかとか、あとも普通にそのできた曲のなんだっけプロモーションとかを特典でオーディションしてたんですけど、そのライバーの一人の子をこの間優勝発表いたしまして、でしてからどんぐらいだったっけな、1、2週間後ぐらいにあの沖縄の子だったんでリモートでいろいろ話して、でどんな感じにしようかっていうのを話した第一段階だったんで、なんかまだどんな形になるかはちょっと決まってないんですけど、一応プロジェクトとしては進んでます。オーラルと対バン、そうね、オーラルと対バンいつだろうね、やりたいですけどね。でも最近タクヤと連絡取ること多いね。うん。から。ちょっとできるんじゃないですかね。いつか。っていうか別に、なんだろうな。我々はいつやってもいいんですけどね。多分タクヤも。いつやってもいいんですけど、なかなか、まあ、タイミングがね、お互いのスケジュール空いてて、でなおかつそのまあ理想はお互いのツアー被ってないとかっていうのと、あとまあ何でやるかだよね。急に何か謎に対バンしてもさ、ちょっと意味わかんないじゃん。本当はジャイアントキリングやりたいんですけどね、ボリューム2、誰か違うゲスト入れて、
なんかね、なんか面白い企画があったら回りたいんだけどな。でも、お、おさっくじゃん。おはよう。この間ライブ見に行きたかったんだけどな。マジ見たかったんだけどな。10月1日だったのかな。ちょっと連絡もらった頃には寝てましたね。遅いね。すいません。すいませんね。いや、ちょっとまた会ったら遊び行かしてください。なんだかんだ見たことないんで、まあ、今年は多分もうないかな。からまあ来年でもあれば絶対行きます。てか行かしてください。うい軽いなこいつ。あ、トークだけのツアーね。トークだけのツアーいいよね。やりたいよね。みんなはなんかどうなんだろうね。全然あの遠い人とライブした方がいいのかな。対バンした方が嬉しいのかな。それともなんか近しい人とやった方がいいのかな。まあ例えばそれこそそのオーラルとかさ、スーパービーバーはちょっとわかんないけど近いっていうのかな。どうなんでしょうね。タクヤとブーヤンは近いから近く感じるけど、音楽的には別にそんなにだよね。きっと全然違うよね、スーパービーバーとマイファスってね。だからまあまあ、なんかそのそういうバンド系がいいのか、それこそ今出てきたけどママサックじゃないけど、ヨルシカさんとか、まあ、見たことないですし、お会いしたこともないですけど、ヨルシカとか、なんだろうね、バウンディとかさ、あとなんだ、まあそれこそユーリとか、ちょっともう全然違う界隈の方がいいのかとか、なんでそこなんみたいなね。っていう、どっちの方がいいんですかね、皆さん的には。近い方がいいですか。なんか異業種の方がいいですか。まあなんか なんだろうね、俺的には近くない人、いやどうなんだろうな、自分がライブ見に行くって考えたら近い人の方が楽しいのかな。なんかね、どうなんだろうね。結構異業種の方がいい人多いですね。
異業種ね。ストーリーオブザイヤーシュールだな、まさか。てかストーリーオブザイヤーとか全然最近なんか追ってないわ。やばいな、めっちゃ懐かしいね。俺らが何年目だろう、 2,3 年目かなの時に、東名でやったのかな、東京名古屋でやったのかな。俺らがすごい大好きな海外のバンドがいて、ストーリーオブザイヤーっていう、でそのストーリーオブザイヤーの俺らがオープニングアクトだったんだよね。でやらせてもらった時にすげえ、マサックとかショウとかテルキノブとかと袖でかじりつくように見ててさ、でなんかなんだろうな、これちょっと難しいんだけど、ギターの人とか、まあ、ベースの人とかさ、こう足元になんか置いてたりするのよ、エフェクターとかいろんなもので。きっと俺らはそのエフェクターをいっぱい使ってあんなすげえ音出してんだろうなと思ってたのよ。だからすごい俺らも揃えててさ、いっぱい使ってたんだけど、なんかもう実際ストーリーオブザイヤー見たらほぼ使ってなくて、足元少なみたいな、こんな状態でやってんのライブみたいな状態だったんですよ。でまあどうなんだろうね、海外から来てるからこんぐらいの機材でいいだろうみたいな感覚なのか分かんないけど、あっちで本ちゃんで見たことないから。だからなんかでもかっこよくて、ストーリーオブザイヤーはめちゃ終わった後にすごい緊張しながら話しかけて一緒に写真撮ってもらったのがすごいいい思い出ですね。その頃マサック誘って一緒に撮り行こうよって言ったんだけど、なんか俺はいい片付けあるからとか言ってなんか一緒に来てくれなくて、なんかで来てくれなくて一緒に、あの人でもしゃーなしで行って一緒に撮ってきました。いや懐かしいな、何年前なんだろうな、もう7、8年前かな。なんか感慨深いね、あの時は想像もしてなかったな、こんなの。そうですね、Bring me the horizon ね、もうやっていただけるならって感じですね。ね、そうね、最近気になってるアーティストか結構多いですよね今、いろんな人が、なんだ誰いるんだろうな、なんかちょっとまた第2波来てるような感じしますけど、ね、藤井風とか変態紳士クラブとかダイスとか、なんかねいろいろ多いですよね。この間それこそヨルシカも新曲出してましたしね、あれ出してたよね、あれヨルシカだっけ、ヨルシカだよね、あれ違ったっけ、合ってるよね。うん、多分そうね、なんか結構いろいろ流行ってる曲多いですよね。あと
まあ相変わらず強い BTS とジャスティン・ビーバー、ステイとバターとかはもうずっといますよね。 あとユーリの、あの YouTube の時も話したけど、バックナンバーね、最強のバックナンバーさんがいらっしゃいますね。ずっと、だから難しいな。遠い人だったら結構どうやってつながるんだろうね。でももうライブ行って話しかけるしかないのかな。誰かにつないでもらったりとかね。ロットンね、ロットンの信也さんがポルノチョの時に出てほしいって YouTube って言ってました。マジで俺あれなんだよね、友達っていうかスタッフを通して信也さんに連絡先を教えていいって言われたんだけど、俺全然いいよって言ったんだけど、俺の LINE ってこっちが追加しないとあっちのメッセージ届かないようになってるからさ、だからもしそうだったらやばいよね。あっちから送ってるけどいつまで経っても既読しないやつみたいな、とんでもないやつになってますよね。そうなんですよ。まあでもさすがに大丈夫だと思うけど、てこれ知ってんじゃないかな、連絡先ね。そう、毎年じゃないけど結構何回も誘ってもらってるんですけど、なかなかちょっとタイミング合わずでね。っていうか知ってる、みんなあのあれやるんでしょう、なんだっけ、ホルモンとさ、エルレガーデンと10フィートだっけのスリーマンやるらしいですよ。すごくないそれ。なんかわかんないけど、ちょっと俺の青春なんですよね。だからなんかすごいメンツ揃ってるなみたいな、ちょっと見に行きたいけどね。そうな、なんかでね、なんかのニュースかなんかで見たんだけど、すごいよね、ホルモン、エルレガーデン、10フィートだよ。やばくない？そんなライブあるの？っていうぐらいさ。まあ多分あれ倍率やばいだろうね。当たった人いんのかな？行きますって人いる？ホルモンと。見に行きたいじゃない？行きたいよね。あ、そう、ミスチルとビーズもね、あとグレイとビーズね、コラボしてましたね。コラボっていうのかな、まあなんか対バンしてましたね。すごいね、なんかそのレジェンドたちがさ、こぞって対バンしてるじゃないですか。うわ、すごい、当選しました、だってコースト行きます、すごいね。そう、しかもコーストっていうのがまたいいよね。なんかなんだろうね、これで横割りとかじゃないんだよね。そうなのよ、横浜アリーナとかでは別にやってほしくないんだよね。それコースト、なんかすごいいいなと思いました。ゼップでもなくコーストっていうのがね、素晴らしいなと思いましたね。なんかね、でもなくなっちゃうんだよね、コーストも、あとゼップもなくなっちゃうんだよね。
本当に悲しいよね。やっぱ東京の人からするとさ、コースとかゼップがなんか、まあ別に東京の人じゃないかも、バンドマンからするとさ、やっぱコーストとゼップがさ、なんかこう一個の分岐点だったりするわけよ。だからなんかその二つがなくなっちゃうってなるとね、物悲しさみたいなのがやっぱありますよね。でもどうすんだろうね、ホルモンとかはどうやってライブするんだろうね。そのこんな中でさ、ホルモンエルレ10フィートなんて集まったらね、もうめちゃくちゃぐっちゃぐちゃで見たいじゃん。だからでもどんなあれになるんですかね。すごいなんか難しそうですけど、いやせっかくだったらパンパンのステージで見たかったら、なんかその3バンド集まるんだったらね、いやだってもうシンガロングありきみたいなもんだもんね。なのに声出せないって辛いよね。ねえ、っていうかどうなんだろうね、みんなが今さ、もう結構そのこの2年間ぐらいライブみんなもちゃんと見れてないじゃん。ちゃんと見れてないっていうか、まあたくさん来てくれてる人たちもいるし、いろんなライブ見に行ってる子もいると思うんだけど、でもやっぱりさ、その今までというかこのコロナが流行る前みたいな楽しみ方全然してないじゃん、できてないじゃん。だから今例えば全部 OK ですってなったらさ、もうマスクもしなくていいですし、もう好きにモッシュもダイブもしていいですみたいなライブがになったとしてもさ、みんなできるのかな。ダイブとかモッシュとか、俺なんかみんな体なまりまくって遠慮し合って、結果できないっていうのが、なんかみんなもボロボロっていうのがすごいちょっと目に浮かぶんですけどね。なんかどんな感じで暴れてたっけ俺らみたいな。お風呂行ってらっしゃいマサクさん。いやね、みんながすごい暴れてる絵がもう想像つかないもんね。いけんのかな、俺らもできるかもしんないし。いやそうだよね、カメラマンもあの環境に戻ったら写真撮れる自信ないとか。いやどんな状況なんでしょうね。っていうかでも猫で誘おうかな。ちょっとね、うちにカメラマン、お、やった。え、ちょっとやめてよ。何やめてよ、急にして、やめて。俺もちょっとカメラちょっと黒にしよう、ちょっとやめてよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。やめてください、すいません。いや、なんでですか。なんでですか。やめてください。何がですか。いやいや、ちょい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 コメントしてくるから、はい、あれかなと思って。あれかなって何。いや、なんか誘ってほしいのかなって。だけんなよ、そんな気持ちねえよ。こっちは遠くからこうやってやってるのが楽しいんだよ。そう、引きずり出されるのは違うの。引きずり出されるのは違うけど、別にまあいいでしょう。俺もちょっと起きちゃったんで。なんでこんな時間起きてんの。いや起きちゃったの、僕昨日早く寝すぎて起きちゃった。3時間ぐらい、3、4時間で起きちゃったの。それで朝マック今行ってきました。真似しないで。真似しないでじゃねえよ。やってんの朝マック。朝マックまではやってないけど。うん。途中までほとんど一緒。てか朝マックいいね。いいでしょ。朝マックめちゃくちゃいい。いいのよ。マッシュドポテトね。いや、いただきました。
ああ、でしょうね。はい。あれメインみたいなもんですからね、むしろ。ええ、そうですよ。いただきました。いや、いいな。え、グリドルとさ、マックグリドルとさ、マフィンあるじゃん。どっちがいい？俺絶対マフィン。あ、一緒です。ありがとうございます。絶対マフィンですね。そうですよね。はい、マフィンにハッシュドポテトですね。あ、いいです。一緒です。よかったです。これでグリドルって言われたら、もうカメラマンやめてました。あの、いや、そうですよね。あの、僕もクビにしてました。あんな、アメーパン食わないですよね。いや、食わねえっすね。朝からアメーの食うのは外人のデブだけですからね。ほんとそうですよね。はい。細日本人は食べないですね。大細日本人がやるもんじゃないですよ。あれ合ってないですよ、日本人の体に。全然。まあ、でもアメリカの食い物ですからね、あれ。間違いない。日本人に、あの、アジャストして作ってないですから、ね。間違いないですね。そうですね。はい。っていうか、どうすんの？え？ホルモンのやつ行くの？いや行くのって言われても分かんないけど、いや本気出したらいけんのかもしれないけど、行きたい気持ちはあるよね。まああるよね。うん、あるけど、まあ厳しいんじゃないですか。ゲスト枠ないんじゃないですか、そういうのは。いや、やめてよ、そのなんかすぐ業界出してくんの。え、そういう気持ちで言ったんじゃないの今。いや違いますよ、もうチケット買う気ってことです。買ってってことですか。そうですよ。あ、そしたら本気出せば絶対いけますよ。チケット買うの？うん。本気出してもいけねえだろ、絶対。いけねえかな。本気出した方がいけねえだろ、むしろそれ。おもろ。確かに。でも見たいよな。あの規模だから見たいよね、本当に。おっしゃる。いや、でも、絶対さ、うん、このソーシャルディスタンス保ってるわけでしょ？うん。いやでもね、あんまり俺ドラゴンがこの間ホルモン対バンしたんだよ。へえ。仙台のギグスで対バンしたけど、うん、やっぱホルモンはね結構マジでやっぱ関係ない、関係なくやったらマジでやっぱ爆発してる感じがすごい。関係ないってだって関係あるでしょ。いや関係あるよ、もちろん関係はあるよ。前の環境ではないし、その違うんだけど、うん、でもお客さんはめちゃくちゃ楽しんでる。そのああ、そうなんだ。そう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 。あれがやりたくてじゃなくて、やっぱホルモンの音楽で純粋にすっげえ楽しめてるし、すげえ乗ってる。やっぱ空気感がやっぱすごかった。なるほどね。そうなんですよ。いや、どうなんでしょうね。10フィートエルレガーデンとかはさ、うん、やっぱ歌いたいじゃん。歌いたいとかシンガロングしたいじゃん。まあ、そうだね。苦痛だよね。確かに。でも、でもシンガロングの系の曲なんかあるかな、よく考えてみて。いや、いや、あるでしょ、全然。よく考えてみてじゃねえんだよ、まあ、いや、メイカーウィッシュとかはさ。あ、確かにね。あ、それはそうだね。それはそう。全歌いじゃん。まあ、そうだね。確かに。むしろもう、細ミッチ出てこないじゃん。そうだね。歌ってよみたいなさ。あのね、細見さんのかっこいいところはそのエルレガーデン、普通さギターボーカルってさ、あのマイクスタンドがさ斜めになってるやつなの、うん、足元があるから。わかるよ、わかるでしょ。でも細見さんはさ、普通のさ歌う人のあのまっすぐのさストレートのやつやってんじゃん。ああ、そうだね。あのスタンドで歌ってんのはかっこいいのよ、細見さん。いや、まあね。てか歌いにくくないのかなあれ。いや、歌い安いんじゃない、本当は。足元歌いやす、あ、どうだろうね、確かに。歌いにくいでしょ、絶対。ギター持ってたら歌いにくいのかもしれない。でもあれがかっこいいかな、あのスタンド。いや、かっこいいよ。うん、でもギター絶対邪魔じゃない。確かに、ワンミスで当たるね。でも大丈夫だな。いやいや、前それ前出さないでしょ。それは大丈夫なんだけどさ、何年もやってるからさ。うん。そんな心配してないんですけど、別に。やめよう、もうちょっとやめよう。どこで飛び火するか分かんないから、ちょっとやめよう。本当ですよ。危ないですよ、先輩そうやってバカにすんの。バカにしないですよ。俺一つバカに、お前じゃ邪魔じゃないのかなって言うの。いや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 、俺は一意見だから。やめろよ。ダメなんですか、一意見言っちゃダメなんですか。いや、いいです、いいです。いいですよね。はい。いいです、いいです。あ、なんか昨日お写真、すごいありがとうございます。なんかルールのあれで使っていただいて。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。後ろ姿もありがとうございます。何ですか、嫌味ですか。
いやいやいや、何の嫌味これを嫌味と捉えてるのはちょっと頭おかしいですよ、それ。ちょっといや、なんかいじってきてんのかなと思って。いや、いじってないし、いじってないし、嬉しい。あらと思って、っていうふうに。ありがとう。本当。なんですか、そのなんか、ちょっと、詰まった一言、言いたいですけど、みたいな感じの。何にもないですよ。ないですか。すごいね、でもね、朝から1600人見てんだよ。7時だよ。うん、みんな早起きだよね。すごいね。すごいよ。でもこれちょっといいと思うよ。ひろきこれやった方がいいよ。この定期的に、このラジオみたいなやつ。この真っ暗闇のラジオ。あ、ごめんなさい、レディオ。レディオやった方がいい。いや、うざ。いいか。徳永兄やんの言い方しなくていいから。やった方がいいですよ、本当に。あ、このスタイルね。いや、いいと思う、マジで。ね、だ変な話、これがクラブハウスみたいなもんでしょ？そう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 。ね。だけどクラブハウスなんてさ、もう誰もやってないわけじゃん。誰もやってないでしょ、ね、誰もやってない、誰もやってない。ねえ。いや、本当はね、顔見れたらもっと間違いなく、もっとみんな見てくれると思うんだけど。うん。ひろちゃんさんの場合は絶対もっと顔出した方が本当はいいんだけど。やめろ、なんだよ、それ、お前。二度と呼ぶなよ、その名前で俺のこと。だけど、いいと思う。このラジオスタイルもいいと思う。本当、いや、これだったら楽だよね。楽、楽、楽。ねえ。いい、いい。ただ突発的にこう呼ばれると俺インカメでちょっと謎に天井とかちょっと映るっていうちょっと天罰だからちょっと天罰だね。めちゃくちゃめちゃくちゃ覗き込んでましたね、あなたの顔。ちょっと嫌です、恥ずかしいんで、やめてください。とてもカメラマンとは思えないようなカメラへのカメラへのなんか手対応のなさというかね。はい、すいません。素人みたいな動きしてましたけど、ね、やってましたね、だいぶやってましたね。それは恥ずかしいです、非常にね。あ、みんな、あ、でもみんなヒロチャスって言ってる、ヒロチャスって言ってないですよ、僕、ヒロチャソって言ってますからね。いやいや、うるせえな、うるせえな。間違えちゃダメですよ、ヒロチャソ、ソです。間違い、違いどっちでも間違いだから、そもそも、チャソとかチャスとかどっちでもいいから、チャソです。皆さん、チャソです。スじゃないですよ、みんなヒロチャスって言ってるのは、俺のあれかな、話し方のせいかな、ごめんなさい、ヒロチャス。お願いします。和室の天井だったっていじられてますよ。和室じゃないです。洋です。それは洋です。甘いです。甘いってなんだ。あ、来て来て、みんなひろちゃんそうになってくれた、よかった。いやいや、いいからそれやめろよ、変なの促すね。本当によかった、ありがとう、ありがとうございます。こいつら全部飲みにすんだから。すごい。いや、そうです、そうそう、ひろちゃん